あったやったや。お、ギャンブルだ。ああ。はい。銭がよ、言葉が収縮ないかい。欲しいです、欲しいです、欲しいです。なに身構えてんだ。危ねえ話しようってんじゃないさ。うん。うん。え、勇者の直感力で戦うか。当たりは一つだけさな。外れ引いても泣くなよ。もちろん掛け金が必要だぜ。確かにな。ええ、マジで？おもろい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 。え、俺ちょっとここ一発稼ぐわ。え、男見せていい？ああ。え、俺セーブなしでここぶち、あ、ぶち込んでやるわ。あははは。俺男だからさ。あ？なんか分かる方法ねえかな。なんかある気もするんだよな。ちょっと待って、殴った感触で、はっはっ、はあ。じゃあまずこれにします。いや待てよ、でもモンティホール問題がだこうだ、だから、これじゃなくてこの2択にしよう。この2択にしよう。正解はこのおっさんをボコして全部パクるでした。このおっさんの目線の先、これだ。お前イカサマしただろ。いけるよ、足りねえだろ。さっき拾ったからね、100。おお。あ、こいつ今大変なミスを犯したね。てか顔見たらわかるんだわ。え、あなたは右の箱に入れましたか、うん、真ん中の箱ですか。あ、くそー。いや、まぶたが今閉じたんだって、マジで降りれねえな、ここじゃ。俺は缶だからよ。缶と書いて男と読むからよ。あ、待って、今座ってたよね、入れ替えた後。ってことはこいつから一番近いやつ、1、2、3、4、5、6、7、歩。こっちが1、2、3、4、5、6、7。どっちか、絶対どっちかなんだよ。絶対どっちかなんだよな。絶対どっちかなんだよな。もう一回顔見るか。まずヒゲが生えてるから、右に入れましたか、真ん中ですか。あ、真ん中2回。左ですか、右ですか。あ、目背けた、右だー。